こんにちは、中田です。今日はね、うちの中で撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、今日も暑いです。いい天気で、快晴ではないんですけど、真夏ですね。で、なんかね、雲行きが怪しくなったり雨降ったりしそうな感じもしないでもないんですけど、今のところ晴れてます。ただね、ここ 2,3 時はまだ蒸し暑いような感じなんですけど、なんか27日、8日ぐらいから台風が来るようですね。関東地方の方にやってくるみたいなんですけど、ちょっとそれが心配です。はい、今日のテーマなんですけど、ワクチン皆さん打ちましたっていうね、こういう話なんですけど、まあね、日本ではもうね、ワクチン接種、お年寄りとかね、あとなんか医療従事者の方とかね、もう、ほぼほぼ済んでるのかな、ちょっとわかんないですけど、で、59歳以下での方とかね、もう予約が始まってたりとかして、ワクチンを打ってたりする方がね、かなり多いと思うんですけど、我が家にもね、ワクチンの予約のこうね、紙が来ました。で、うちの奥さんと2人分来たんですけど、今のところね、ちょっと保留になっちゃってますね。で、受けないってわけじゃないんですけど、ちょっと様子を見ようかななんて思ってるんですけど、ね、できればね、なんかどこどこ製がいいなとかってね、僕はね、考えてるんですが、うちの妻はね、私が打ってから様子を見てもう一回考えるとか言ってるんですけど、まあ、強制ではないんですけど、まあ、ワクチンを打たないと、とてもなんかやっぱり、あれですね、なんか世の中、うまく、やっていけないような気がするんで、接種するっていうふうな気持ちでいます。ね、まあそういう方向で考えてます。はい、でもね、ワクチンね、いろんなありますね。なんかね、日本だとな3種類ぐらいなのかな。フィリピンなのね、なんか結構7種類ぐらいあるみたいなんですけど、ね、まあとりあえずね、打つ方向で考えてます。2回打たないといけないんですよね。だからね、こう間を間隔を空けてっていうことなんですけどね、まあ今ね、オリンピック期間中ですけどね、なんか患者さんもね、患者というか、感染者の方も増えたり、してますよね、やっぱり。まあワクチンで有効かどうかってちょっと私は、わからないんですが、ただね、ワクチンパスポートがないとね、渡航した時にね、相手方の国に入国できないとかいろいろ多分あると思うんで、ワクチンをね、打つ方向で考えてますけど、皆さんどうでしょうかね。俺は絶対嫌だとか、なんかあと体質的にダメとかっていう人もいると思うんですけど、まあ打たない自由とかっていうのはあると思うんだけど、でもほぼほぼなんかね、ワクチン接種してないとなんかやっぱり、日常生活で困るようなことがあるかもしれないし、例えばなんかどこどこの映画館には入れないとか、なんかそういう風になりそうな気もしないでもないですよね。だから生実家なんかね、受けないっていうのはね、あまり得策ではない、僕はないのかなと思って、効果のほどはね、まあでも実証されてるので僕はあると思うんですけど、ただ毎年打たないとダメなのかな、ね、2回ちゃんとやったから、これ以降はもうずっと大丈夫ですっていうふうに言うわけではないので、多分ね、また来年またね、別のワクチンをね、打つような形になるんじゃないかななんてね、思ってますけど、なんかめんどくさいってめんどくさいですね。はい、すいません、ちょっとね、お茶を飲みます。今日は麦茶です。ね、最近ね、麦茶ね、なんかめちゃくちゃ好きで飲んですけど、こう煮出しのやつありますよね、あれをね、今やってて、で、明美さんもね、私もうちの奥さん麦茶大好きになって、これどこで売ってるのとか、スーパーで売ってるよって言ってて、フィリピンに送るそうです。麦茶ってノンカフェインだし、意外とヘルシーじゃないですか。で、飲みやすいですね。子供にもいいし。で、麦茶飲んでね、こう眠れなくなると、まあ、カフェイン、コーヒーカフェイン多いしね。まあ夜とかね、麦茶の方がいいと思うんですけど、なんかうちの娘もね、なんか
あの喉乾いたら麦茶飲んでます。すごくいいですね。で、なんだっけ、安いしね、麦茶の。で、コーヒー別に飲まないわけじゃないですよ。コーヒーもね、ちゃんと、あれですね、マシンに入れて、ドリンクコーヒー飲んだりしてますけど、うん。まあ、こう、麦茶飲んで、夏は麦茶。ね、いいですね、日本人は。そんなとこです。はい、なんかね、最近ね、ワクチン全然関係ないですけど、やっぱ年齢的にね、年取ってきた必要かなんかね、疲れやすいですね、なんか。ここに1、2年かな、なんかやっぱりちょっと、前より元気じゃなくなってきたってのあるのかな。ちゃんとご飯食べてるんですよ。適度に運動とか散歩したりしてるんですけど、なんかやっぱりね、少し体力が落ちたなと思います。で、ビビンにいた時はね、すごく元気でね、山の中歩き回ってたりとかしてたんだけど、あの頃から比べてなんかね、途端に元気がなくなったような気がするんですけど、まあでも日々にね、疲れてるのかなと思います。子供もいるし、やっぱりその辺のところはね、やっぱり休めてないのかななんてね、僕は思ったりします。で、なんか睡眠とかもね、やっぱりね、きっちりなんかね、7、8時間取れるかってそうじゃなくて、5時間、2時間とかね、なんか子供のこうことで起こされたりとか、ね、意外とね、早く起きるんですよ。5時とかに起きられちゃうんで、まあ、私は結構ね、と思うんだけど、で、起きてくる気配がするんですね、やっぱりもう。で、私のところにね、起きると別の部屋で寝てるんですけど、タッタッタッって走ってね、笑顔で走ってくるのが見えるんでね、あれはね、まあ、嬉しいようで悲しいようで、疲れててもうちょっと寝たいんだけど、もうでもしょうがないなと思ってね、そんなわけですけど、まあでもだんだん大きくなってきてね、明日でね2歳になりますけどね、まあ嬉しいです、すごく。で、早いなと思ってね、2歳になってね、うん、あとね、なんか、プレシックス井上さんにねプレゼントもらいましたんで、まだね、明日誕生日なら明日開けて来てもらおうかなと思ってますけど、洋服をね買っていただいたんですかね。はい、とてもね、すいません、ありがとうございます、結構まめな方ですね、井上さんってね、女性の方にね贈り物をね死なれているのかなって思うんですけど、まあまあでもめでたくね、どんどんね、あんまりひどい病気もせずにね、最近風邪気味でね、なんかね、保育園休んだりとかね、行ったり休んだりとかねしてるんですけど、まあ元気は元気です。なんかね、これからどんどん大きくなってね、どんなことになるのかなと思うんですけどね、まあやりたいことをね、一生懸命とかね、やりたいことをね、やってくれる、そういう女の子でいいと思います。はい、まあね、ワクチンね、まあ、とりあえずまあ、ちょっと8月、9月ぐらいまでになんとかね、自分で接種したいと思うんですけど、どこがいいのとかって、分かんないでしょ、なんかマスコミの報道とか、いろいろ、なんか新聞じゃないの、週刊誌とか書いてあって、どこはダメとか、どこはいいとか、なんか後遺症が出やすいんじゃないかと、後遺症とか、なんか、あとで反応が出やすいんじゃないかとかって、いろいろ言ってるんですけど、なんかね、あんまりそんなに統一されてるとは思えないし、だからなるべく受けやすいワクチンを受ければそれでいいのかなと思って、で、効かないっていうわけじゃないと思うんだけど、まあでもあれですね、来年だったらまたね、また別のワクチンになるんで、今年は今年で、まあ、今年のワクチンをね接種しとくっていうことでいいのかなと思います。あんまりなんかこうね、情報に惑わされるのって僕よくなくて、何が本当で何が嘘なのかって分からないじゃないですか。だから自分で見て考えるしかないし、それが一番いいのかなって。だから最後はね、打つか打たないかね、自分の責任であって、どこどこの何とかに書いてあったからどうとかとか、誰々が言ってたとかっていうのはね、まああんまり考えないようにしようかなと思っています。だからね、本当に、まあ、今年はね、去年もそうなんですけど、まあこういうことでなんかずっとねバタバタしててね、なんかすごくね、慌ただしく、なんかよく分かんなく、なんか実感のないなんかね、時間がずっと過ぎていったような気がするんですけど、でもこれからね、まあ少しずつ落ち着いていけばね、またこうワクワクとしたね、なんかこうエキサイティングな、ね、こう人生がまたね戻ってくると僕は思ってます。で、自分のねこうしたいことをね今見つけるっていうこともいいのかなと僕は思います。で、本当にね、こっからがなんか、こっからとかもう世の中は多分もう変わってるんでしょうけど、なんかね、この COVID-19 を機に、
何かこう常識がガラッと変わっていって、これからね、あの世の中はねまた変化していくっていうか、劇的に変化するとか、なんかそういうふうに思ったりします。あ、だからね、うちの娘はね、いい時に生まれたんだと思います。これから変化していって、その中に、これからどんどんなんかこう歩んでいくのがね、僕はいいのかなと思って、だから僕も含めてなんですけど、意外とね、なんかちょっと年齢がね高くなってしまうと、変化についていけなかったり、今までの常識を引きずってしまったりとかするってことは多分ね、たくさんあると思います。僕もね、その一人だと思いますけど、でもそれ、今までの常識を全てなんかね、かなぐり捨てて、新しい常識にこう頭を切り替えていかないと、多分ね、なんか世の中に取り残されてしまうんじゃないかなと、ね、僕はね思ったりします。だから昔の常識を捨てて、次のなんか新しいねことにね、こう頭を入れ替えて、そこからねまたスタートしていくのが新しいのかなと思って、だから昔のことにねなんかこうぶら下がってるのはね楽なのかもしれないんですけど、でもそれだとなんかね何の進歩もないしね、困るし、なんか世の中変化することがねどんどん、早くなってるような気がするんで、それについていけないとなんかね大変だと思います。でも日本でね、なんかなんかある程度のことだけやってれば、それなりにね、なんか生活していかれたりとかするのかもしれないんですけど、でもそれでね、なんか人生がいいのか悪いかのかっていうと、自分はちょっと自分に問いかけた時に、ちょっと違うんじゃないかななんて僕は思ったりします。まあまあ、ワクチンの話だから全然関係ない話になってしまったんですが、まあワクチンね、ね、本当、自分で判断でね、やっぱり接種していくっていうのはね、僕は正しいと思います。だから僕もね、自分の判断でね、これからどうしていくかということをね、考えていくっていうかね、決断を出して、それに対してね、ちゃんと行動していくことがね、大事だと思っています。はい、今日はね、このお話をさせていただきました。最後まで見てくれてね、どうもありがとうございました。これからもね、よろしくお願いします。バイバーイ。このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。